to Funky Christmas. FM 802 Funky Christmas 2023. Produced by Krista. Christmas Live. Christmas Live. みなさん、こんにちは。お邪魔しております。大阪のラジオ局 FM802 DJ の高木梨沙と申します。クリスタ長堀でお買い物中の皆さん、ちょっとねお友達とご家族でお出かけ中の方たくさんいらっしゃると思いますが、今からここでですね、エフェミトーツファンキークリスマス2023プロデュースバイクリスタクリスマスライブということで、スペシャルなクリスマスライブお届けいたします。今日と明日の2日間大阪のラジオ局 FM802 と、そしてここクリスタ長堀がですねタッグを組んでスペシャルなライブをお送りしているんですが、今日先ほどは現役大学生シンガーソングライタールイさんが登場してくれました。ピアノの弾き語り、ギターの弾き語りとね、素晴らしいライブを見せてくれていたんですけれども、今からここではですね、2002年生まれ、奈良県出身のシンガーソングライター川西夏希さんをお迎えいたします。どうですかね、今皆さんステージの方見えますか？ちょっとね、譲り合って前の方の方もね、こう見られるようにしていただければなというふうに思います。見えます？大丈夫そうですか？見えてる？大丈夫？はい、ちょっとね譲り合って皆さん思いやりを持ちながらですね、スペシャルなライブを楽しんでいただければと思います。今歩いていらっしゃる皆さんも観覧フリーですので、ぜひよかったらここでスペシャルなライブ楽しんでいってください。では川西夏希さんご紹介させていただきます。2年前にアーティスト活動をスタートさせ、去年からは路上ライブを中心に地元関西で毎週ライブを行ってきました。今年拠点を東京に移しまして、さらに活動の活躍の幅が広がる彼女の芯のある歌声をご堪能ください。それではエペメイト2ファンキークリスマス2023プロデュースバイクリスタクリスマスライブ、続いての登場は川西夏希さんです。拍手。川西夏希です。よろしくお願いします。ありがとう。後ろの人とか見えてる？私触っちゃってるからあんま見えへん人いるかな。見えてる？見えへん。ちょっと肩と肩の間とかからこうヒュッて、あー見ました？見えた。ありがとうございます。たくさん集まっていただき本当にありがとうございます。私今日が2023年ライブ納めということで、2023年をねいろいろ振り返りながら歌っていきたいなと思っております。ということで1曲目は、東京に行ってね初めてリリースした曲を弾き語りでお届けしたいと思います。失恋した友達に向けて書いた、励ます曲になってるんですけど、失恋に限らずね皆さん励ませたら嬉しいなと思ってます。それでは聴いてください。笑っていようよ。泣いて泣いて泣きまくって
ありがとうございます。